久保建英さん、右ハムストリング微細断裂の可能性が浮上。1日に行われたラリーが第30節アラベス戦で負傷交代になったレアルソシエダ久保建英、クラブは右ハムストリングに違和感があったために交代したと説明している。そうした中、マンドデポーティボは重傷ではないが、右ハムストリングの微細断裂の可能性があると伝えていた。軽症診断の筋肉トラブルが一番怖い。よくあるのが、MRI 所見なし程度、痛みなし、全治2週診断、3週復帰、再発、全治8週以上、肉離れ癖。マジか。久保建英右ハムか、頼むから軽症であってくれ。久保手バカ、ハムの肉離れって再発しやすいからちゃんと直してから次の試合臨んでほしいな。久保ハムやったってマジかよ。だから北朝鮮戦呼ぶ必要ないって言ったやんクソ。そうそう、ハムストリングの怪我ってだいぶ致命傷だから復帰に時間かかるし再発しやすいんだよね。だけ使わないで勝てるといいな。ハムストリングは癖になったらまずいし。筋肉系の怪我は癖になるから心配。かなり前から完治しないまま軽い怪我を繰り返してるっぽいし、久保は怪我が気になって長い距離スプリントしたりドリブルで仕掛けたりゴール前に積極的に行かず危険なプレーをしなくなったのかもしれない。この状態で出てもいいプレーはできないし評価が下がるだけ。今シーズンずっと怪我してるし、思い切って休みを取るべきかと。マンオブザマッチ連発だったのにアジアカップ以降は全く輝きがなくなってしまった。大量から全てが狂った。